私、経営学者なんで拝見してて面白いなと思ったんですけどおんって昨日の夜ぐらいからずっと考えてるのは行政組織というか自治体と市企業いわゆる民間企業を比べて考えてたんだけど結局、財政破綻しているっていうことはどういうことなのかっていう話なんだけど実は民間企業、市企業って。 ニーズを生み出してその組織の維持存続を図っていく存在、はいうん、つまりあのドラッカー、まあ、学者じゃないけどドラッカーが言うところで言うと顧客の想像を常にしてるだから新製品開発して、はいえー、マーケティングやって、はい、とにかく買いませんかって,って、はい、とにかく買わせようとして、はい、で売り上げを確保して維持していくっていう、はいうん、で行政サービス行政組織の場合って何だろうったら、うん 提供すするるサーービスは実は実ででにニーズがあるもので、うんはい、つまりインフラなんか典型的なもので道路だ水道だ、うんはい、教育だ警察だ、うん、消防だとか必要なわけですよ。ある意味企業の場合は必要でないものを必要だと思わせて買わせるっていう側面があるここの差が大きく僕が違うなと思っててそうすると何てうのかな行政組織っていうのはもともとニーズを生み出す必要性がない組織だから、はい。 イノベーションとか新製品を作っていくとかねあるいはマーケティングとかねそういう感覚がもともと組織の中にないんだつまり経営学的な発想がないんだろうなってすごい読んでて思ったなんだけど結局、サービスにかかる経費っていうのは税金で賄って補助も入りますけどね企業だったら製品、サービスを提供したら対価をお客さんからもらうっていうことだけどそこはちょっと違うんだなと人口が減ってくると。 人口が減ってくるけどでも別に提供しなきゃいけないサービスが劇的に減るわけじゃないし建物を建てたりすれば投資した分の維持費も当然かかってくるから、はいはい、当然税収で賄えなくなってしまう、はい、で企業だったら新しい製品を開発するとか、はい、新たな顧客を生み出してそれをこう回収していくけど企業的に言うと一社独占なわけですよね。はい、横浜市は横浜市って、はいそのエリアのその、はい、まあ 顧客が市民だとすればそこが決まってて、うんはい、そこに他の自治体が入ってくることはない、はい、まあ企業の場合は市場はあるけど、はい、例えば、えー、携帯電話だったらドコモとソフトバンクと a ーが戦ってるから、はいはい、そこでこう、はい、競争でね、はい、あの戦略立ててってこうやるけどそれがなくやってきて、はい、まあなんとなく税収入ってきて必要なサービス提供してってやってる。はい、これがが人口がある一定数いて はい、帳尻が合っている時はいいんだけど、はい、激減していった時に果、うん、てと今までそんなマーケティング的な発想を持っていなかったと、うんはい、イノベーションの発想を持っていなかった時にどうしようかってない頭を絞っても出てこない時に、うんはい、原発どうですかとかリゾートどうですかって言われたらうん、うん、あそれはなんていうのかな能力がないという問題でカぷっといくんじゃないかなね あの現あの自治体はた例えばその人口が減って過疎化になると、うん、そのニーズ変わらないというよりはまた別のニーズが増えますよね。結局、会社どこかの企業が撤退しましたでもで仕事を失いましたじゃあ行政何とかしてくれと失業手当を出すか公的な会社を作ってそこで雇用してくださいとか。 むしろそういう、あのニーズは増えるわけですよ、ね。ということは経費は増えていくってことですね。ねそうですねはい。うん、税収は減るけど、経費は増える、うんうん、必要事項は増えるということで。うんうん、まあ、そういう意味で、どんどんすごく追い込まれていくわけですよね。うんうん、で、その中で、あの、確かにニーズを。作り出す必要はないんですけれども、こう、むしろ。あの。状況が、あの。人口が減ったりして。 苦しい方向になっていくとむしろいろんなニーズが逆に行政にいろんな突きつけられてきてどうしようという状態になってしまうということです、ね、そうかだから経費としてては出てくのは、はい、まあ。 減らなくて一定よりもちょっと増える可能性があって今まで別の主体が担っていたのも引き受けなきゃいけないからだけど入ってくる金がないからどこかから金を取っていかなきゃいけないからまあ補助金的なものなのかまあリゾートなんていうのはあれいわゆる国と国との関係で言うとインンバウンドですよね外国人の観光客が来て金を落としてくれるのと同じ発想でエリア外からお金を落としてもらうという発想をするという、はいはいはい。そうです、はい ですからまあ行政としてはやっぱりその人口が減って町が衰退をしていく状況に対して何もしないわけにはいかないので何かしないといけないしそのニーズは確かにあるんだけれども逆にそれをやるための,あの資源が何もない状態で。 しかもまあ自分たちの手持ちの資源だけではあのそんなにいろんなことができるわけではない、うん、結局国に頼るしかないけれども、うん、国から出てきたのはこれしかないということになると、うん、それにまあいくばっかりのリスクを感じたとしても、うん、それをこう手を出さないっていう選択肢はなかなか難しいのかな,な、ね、ただなんと。なく 経営学者的に言うと、まあ、だ組織としてやっぱりマーケティングとか戦略論的なもともと能力っていうのを人,、うん、人が持ってなかったっていうのがあるからリゾートについても何、うん、ていうの 扱いいやすいお客なんでしょうね相手からするとねあの合弁でやる会社からするとね分かってないからねはい、はい、分かってないんです、うん、はいでその意味で言うと今度あの実は4月からうちの大学は、えー、と法学研究科の中に地域創生専攻って作りますどっちかっていうと公務員の方の理科連トを、ねはい、狙ってるけど、はい、僕らは経営学専攻も事業提供してくれって話になってる、はい、これはだから多分ね 行政組織がそのマーケティングとか戦略論とか組織論とかねそういうのがなかった部分をやっぱり公務員たちはそれ学ばなきゃいかんっていうのがどうも出てきてだから経営学の先生入ってよって言われてやってるのかなって気もしてるんですよね。それはありますね地域経営とかっていう言い方しばらく前から出てますのであのそれはあると思いますはい。なんかねだからあの構造的な問題としてはそうだなと思ったけど、うん、なんか、うん 経営体としては幼いというかあの、はい、能力ないというところも、うん、なんの合わさっちゃって、はい、もう負の選択をせずもしかしたらすごいいいアイデアがあるのかもしれないんだけど、うん、出てこない、はい、内部からは、はい、でそういうものなのかなと思って取ってるところもあるのかななんていうのは、はいはい、経営学者としては、ね、見ててあのそういういことともあるかななんてちょっと、はい、成功例はないわけではないんですよね。うんうん、再生可能エネルギーを自治体ぐるみでやって、うんうんうん あのうまく成功してますっていう自治体もあるので、うん、ただまあなかなかそれはまだ数が少ないですとか、うん、あと同じようなことがじゃあどこでもできるのかとかっていうような課題はやっぱりありますね、うんうん。であの最後にというかそのあと、まあ、まあそういうので何となく研究の全体像は見えてきたんですけど、はい、えっとそのまあ例えば国と自治体っていう関係でもあるんだけどまあ、はい、分かりやすいもうちょっと現場現実の話で言うと。うん 特定の自治体がある選択をする中での合意形成ところのその原則ってどうあるべきなのってところまで言ってるんですよね先生はね。その規範的とおっしゃってたけどこうなってますっていうだけじゃなくてじゃあどうすべきなのっていうその合意形成のっていうでそこで何か特定の誰かが利益を得るとかそういう話でもなくそこでどういう原則まあ道理性っていう言い方をしてましたけどどういう原則の下でそのなんだろうね 議論する場があるといいのかねみたいなことまでも言われていて、はい、まあ例えばそれが何でしたっけ武蔵野市かなんかのゴミの処理のやつあれはうまくいった例だっていうそうですね武蔵野市自体はその市の中にそのゴミの焼却施設を作ろうっていう話が80年代ぐらいやっぱり出てゴミの量が増えてきたので。うんうん それまでお隣の,あの三鷹市と合同で処理施設焼却炉を作ってたんですけど足りないのでじゃあ武蔵野市の中にも作ろうねっていうふうになった時に最初は行政はあの住民に対して抜き打ちでここに作りますっていう言ったんですけどそしたらまあ周りの住民の人たちが怒ってしまって反対運動を行って市長選のタイミングもあってまあ白紙撤回されてでその後まあ住民も入った委員会の中で議論をして。 一応場所は選定し直して新しく作ったんですけど、うん、元の場所から見ると道路1本隔てただけのところに作ったっていうケースなんですね。で、その時も結局あの武蔵野市も決して地域は広くないですし、人口密集地帯ですからその新しく焼却炉を作れるような場所ってそんなないわけですよね。 まあそんなに実は選択肢がない状態でもしあの焼却炉は必要だけど自分たちで作るところは嫌だっていうふうに自分たちの近くにできるのは嫌だっていうふうに言ってたらやっぱりなかなか話は前は進まないんですけれども、まあ、あの時の,その関係者の方が偉かったなというふうに思っているのは、うん、やっぱりきちんとまあ民主的な手続きでオープンにして。うんうん であの科学的な根拠も含めて議論してその結果として自分の家の近くになったんだらそれは自分たちも受け入れますよっていうふうなあのルールを作ってそのもとで議論をしたということなので、まあ、自分も含めてみんなに適用されるルールで納得のいくものをきちんと作ってそのルールのもとで話し合いをしたということですよね。これ、まあ、と簡単には 今ご説明いただいたけど、はい、多分めちゃくちゃ時間もかかるし、はい、当事者は相当説得とかこう、はい、議論とか大変だったと思うんですけど。はい そうですただそれ僕も本当にあの僕がそれ話を聞きたいたらやっぱりもう2000年ぐらいの話で、うん、80年代の話だって当時のことをちょっとご存知の方に少し話を聞いたということではあるんですけどやっぱりあの住民運動のリーダーの方たちやっぱりリーダー層の人たちが非常にあのその点はあのよくあの考えられて行動されたのかなということが印象とししてありましたね、うん、まあ時間はかかるけどっていうんだけど、うん、でもまあ今の話聞くとそこに参加している人たちのこう、はい、なんだろう。 ある種の意識やレベルももの、はい、の見え方って言ったらいいか,かったっていうか、はいああか、はい、住民の方が入って議論する時はやっぱりそれなりにあの専門的な情報が出てきますので、うん、それもやっぱりある程度自分たちでこう読みこなしていくとかっていうことも必要ですので、うん、まあ勉強もしないといけませんのでそういうことに対応しながらということで、まあ、それが成し得たということですね。うん まあそういう話聞いちゃうと、まあ、いろんなところでこの問題って起きてるけどそう,そう簡単に理想的な政策決定っていうのにはなかなかいかないよねっていうただこう今のね成功事例などからも多分言えるけど、うん、一つのあるべき姿っていうのは見えるよねっていうそれは簡単にできるものではないんだろうけどっていう。 当初反対していた人たちもある程度納得してできた事例ということですよね。うん、多分キーパーソンがやっぱ相当すごいんでしょうね。だと思います今、大学として、えっと、東北の被災3県との関係をすごく強めていて、はい、まあ福島県とも、ね、あのこの間協定もするんだけど僕、ずっとこのとこう宮城県の南三陸に入っていて、はいはい、そこは。あの の養殖の漁師さんたちが全部イカダが流されちゃって、はいうん、でさあ再建しますよっていった時に、うん、後藤清弘さんっていうキーパーソンがいるんだけどのの、うんはい、のイカダ量分、はい、結局密集した海の密集したとあのエリアで密集してこうやってたから大きなカキに育つまで3年かかってたんですね、はい、でも流されちゃったから一回こう白紙にして既得権益があるわけですよね何個イカダを置けるか、はいはい 全部それ説得して3分の1に減らしてそうしたところ結局海の栄養もいっぱい取れるから3年かかった牡蠣が1年で育つようになったってこういう改革をやって話をこの間ヒアリングしてきたんだけどまあさらっとご本人は言うんだけどなんかまあ 殴られそうになったりとかしながら、こう、ね、せ、あのみんな納得合意形成をしていく。多分、それに近いところがあるんでしょうね。もうか、環境社会学者から見ても、多分かなり興味深い事例です。よね今度一緒行きましょう。はい。柿も美味しい。そうですね。いいところですよね。きっと。だから、なんか、そういうキーパーソンというのは、だいたいそういううまくいってるところには。いたりしてね。そうですね。そういう方の力量ってすごく大事ですよね。それが、なんか、いろんな人をつないでいったりとかね。 多分そういういのもあるでしょ社会学の中でこう誰と誰がどうつながったりとかっていうそういう,こうなんとの関係性とかネットワークみたいなところは結構見るんでしょうね。さあなんかこうやっぱり僕現代的な問題だと思うしあまりこう昔だったらなんだろうな行動成長期なんかの前半だとむしろメリットのところに全員が目がいってるから。 影の部分っってて意識してなかったけど、はいまあ、サステナビリティなんて言われる中でも、うん、影の部分のが目立ってきちゃってる状況になってくると、はい、ますますこういう政策決定、はい、合意形成のあり方っていうのはすごく重要になってくると思うので、はい、この先生のご研究自体がね、はい、多分いろんな、まあ、負の選択をせざるをえないとかね熟見、はい、になるかもしれないっていうところでの議論のところには何、はい、だろうすごく示唆が大きいのかななんて。うん 気がしますが、はい、どうでしょうか。今後の研究の展開として。今後の研究の展開はそうですね。はい。えっとまあ一つはですからその。 エネルギー関係の話で、うん、まあ再生可能エネルギーなり原発の自治体がまあ今後どう展開をしていくのかって、うん、まあ局面が全然違うんですけれども再生可能エネルギーもそれこそあの我々から見るとすごくいいものなんですけどうん、うん、いざ地元で作ろうとするといろんな反対運動が起こったりっていうこともなくはないのでうん、うん、やっぱりそこの あの皆様の合意形成がどうなるのかって、うん、いうこともありますし。まあ原発の状況も不透明ですので、うん、その原発の自治体の今後のまちづくりどうなっていくのか。いうこともあります。あとまあゴミ問題も。すごく歴史がないです。ゴミ問題って。うん、もう高度経済成長期のちょっと前ぐらいからずっとやってるんですけど。うんうん、プラスチックとかもずっといろんな形で、あの。 議論は出てるんですけどね。うんうん、その形がまあずっと続いてきてるので、うん、まあなかなか解決に進んでいるのかどうか、あのよくわからないところもありますので、うん、あのまあ、今後のプラスチック対策のリサイクル対策をどうしていけばいいのか、ということをちょっと考えていきたいなというふうに思ってます。うん、面白いですね。あのどんどんまたね。あの現場に出てもらって、はい、そういう知見を。私たちも含めて広くフィードバックしてもらうと。はい、うやっぱ すごい現場をよく知っていてかつ全体像を見えているというのはすごいことなので、うん、ぜひますますご研究進むということを期待しておりますのでありがとうございます今日はどうもありがとうございました、はい、ここいまありがとうございました。